よ。準備。こちらに来ます、こちらに来ます、こちらに来ます。来るわよ。来航の流刑その程度か。見せた剣の冴えはどうした。汚職の竜騎士姫の力、見誤っていたようだな。ならば今からでも遅くはない。降伏されよ。そうはいかん。こちらにも都合。都合。ドラグナーとしての誇りに準じたいとでも言うのか。貴公の誇りにふさわしい最後の息、我が手で食わせてもらう。お父様、お父様。アストリアのドラグナーたちか。ゲオルグの包囲網を破ってきたと。よくぞ間に合ってくれた。お父様。都合とは、娘を、命を盾に時間を稼ぐわな。そんな、お父様が、お父様がこんな風に。ソニア、目を覚ませ。いつまでも幼子のような目で私を見るな。そなたも小さな娘であり、守る強くな子供ではないのだ。お父。そして私はもはや無敵ムナーではない。そうなった今、分かっているな。はい。でもお父様、今こそこれをそなたに託そう。これはアルモニクス。でも私は若い。そしてそなたにはできる。え、私にはもはやそれことはできん。今度はそなたの番だ。そなたの奏でる調べでアストリアを守るの。誰よりもアストリアを見たことを思うそなたならばきっと出る。アルモニクスは必ずこアストリアを、そしてそう、私が守らなければ。お父様がよ、このアルモニクスと共に。そうだ、それがそなたの務め。お父様。いいえ、ドラグナー・アルベール、私が務めを引き継ぎます。私がみんなを守ります。聞け、アストリアの民よ。来航の原始は戦いに倒れた。もはやアルモニクスを奏でる力はない。だがここは思いを引き継ぎ立ち上がったドラグナーがいる。アストリアを皆を守る盾とならんがために、我がアルモニクス何時の力を我がものとせん。アルモニクスの力が私の。我はアストリア王の血を継ぎしドラグナーソニア竜と共に魂の祖天に轟く雷鳴が金色に書き、
黄金の雷ここにあり。